リサーク・アブラモビチ・ゼレンスキーは、ロシアの革命家、ソビート連邦の政治家。1890年6月22日、ロシア帝国サラトフ県サラトフで、ユダヤ人の仕立て屋の家庭に生まれた。地元の小学校を卒業してからは印刷所の番組、見習いや帽子屋として働き、1906年から、ボリシェビキ党員、翌1907年から党サラトフ委員会メンバーと、 なった。1908年春にオレンブルク県で逮捕され、同年秋から当局の監視対象となるも、翌1909年春に姿を消して、アストラハント・ペンザンの党組織で活動。ほどなくオレンブルクに戻って、鉄道の党組織で活動するも、1910年に再び逮捕されて、サマーラへと追放された。サマーラでも党組織で活動したが、 1912年7月に3度逮捕、されて、ナルイム地方へ3年の追放刑に処された。翌1913年夏に、ナルイムから脱走するも年内に、サリーツインで逮捕され、再びナルイム地方への3年の流刑を言い渡された。しかし、翌1914年8月に3度脱走して、サマーラに戻り、さらに12月には、モスクワに移った。 翌1915年には、ソルモボ地区で健康保険基金の初期として働いていたが、同年8月にまたも逮捕され、家畜への永久追放を言い渡された。流刑先では、キレンスク軍とベルホレンスク軍で1916年末まで過ごしたが、翌1917年の2月革命直前に、モスクワへ脱出した。1917年2月から10月までモスクワの、 バスマンヌイー地区党組織及び地区ソビエトで活動し、モスクワ市ソビエト幹部会メンバーともなった。10月革命の際は、モスクワで武装放棄に参加。11月から1918年8月まで、バスマンヌイー地区ソビエト議長、8月からは、モスクワ市ソビエト地区議長を務める。1918年から1921年4月まで、 ロシア社会主義連邦ソビエト共和国食料、人民委員部参議会メンバーとして、農村からの暴力的な食料挑発に関与。1920年5月まで党、モスクワ県委員会責任初期を務め、同年には、党モスクワ市初期、翌1921年には、責任初期を歴任。1921年1月から4月まで、モスクワ市、ソビエト及び、 モスクワ県ソビエト執行委管理委員、行政区分省委メンバーでもあった。1921年3月16日から翌1922年3月27日まで、当中央委員候補となり、同年4月2日から晩年1937年10月12日まで、中央委員を務めた。1921年4月4日から1924年9月までは、 当モスクワ権威責任初期、1922年4月3日から1924年5月23日まで、当中央委組織局員候補を、1923年6月14日から、翌1924年5月23日までは、当中央委初期局員候補を務め、1924年6月2日から、同年8月20日まで、組織局員及び、初期局員を務めた。 1924年6月12日からは、中央アジア民族国家、分割中央領土イメンバーを務め、11月31日から1931年1月まで、当中央委中央アジア局議長及び、責任書記として、現地の農場集団化を主導した。1925年8月22日から9月7日まで、トルキスタン戦線革命軍事会議メンバーでもあった。 九百二十九年から九百三十一年までは、ウズベキスタン共産党中央委、第一初期であった。第六回及び、第十回から第十七回までの党大会にも、出席し、九百三十七年には全ロシア、中央執行委及び、連邦中央執行委メンバーにも選出された。しかし、全トロソユーゾ部長を務めていた九百三十七年八月七日に、 右翼トロツキスト陰謀事件に連座して逮捕され、貿易業務のサボタージュによって、人々の間に不満を広げようとしたことを認めた。そして翌1938年3月13日に死刑判決を下され、同月15日に処刑された。その後、1959年6月に、連邦最高裁軍事参議会によって、名誉回復が翌7月に、 投石回復がなされた。ウズベック社会主義ソビエト共和国の都市、カ川、ゼレンスキーを記念して1924年から1937年まで、ゼレンスクと呼ばれた。ありがとうございます。